霧島近郊湾国立公園霧島近郊湾国立公園は、鹿児島県と宮崎県の八山町にまたがる南九州の主要な景勝地に設けられた国立公園。霧島山を中心とする霧島地域及び、アイラカルデラ、桜島、佐多岬崎周辺、イブスキ地区など、薩摩半島南岸を中心とする近郊湾地域の2、地域で構成される。 陸域は23,580ヘクタール、海域は37,855ヘクタールに及ぶ。一帯は霧島火山帯に属し、霧島温泉郷、イブスキ温泉など温泉地が豊富にあることから、訪れる人も多い。2011年12月22日、薬島地域が薬島国立公園として独立し、新たにアイラカルデラを編入した上で、 霧島近郊湾国立公園とする計画が決定し、2012年3月16日に官報に告示されアイラカルデラ部分を加え、薬島地域が分割され、その残部が解消された。霧島地域は韓国だけをはじめとして、二十数座の火山を持ち、加工庫が多い。また、市、赤松などの自然林も豊富に残り、宮間霧島が咲く。湾地域は、 現在も、なお、活発な火山活動を続ける桜島、九州で、唯一の天然湖である、池田湖、優美な山陽を持つ海門岳、海食がけが発達した、佐田岬をはじめ、世界最北のマングローブ林である旧紀伊町の、阿古生息地や陸警察の地林が島など変化に富む。霧島山、桜島1934年3月16日、 霧島山周辺の東西約二二十キロメートル、面積二百二平方キロメートルの領域が霧島国立公園として、瀬戸内海国立公園、雲仙国立公園とともに日本で最初の国立公園に指定された。九百六十四年三月十六日には、近郊湾地域に指定されていた国定公園である近郊湾国定公園及び薬島地域が、 編入され、霧島役国立公園に改称した。2010年11月13日に、松本流環境大臣が先日の公園拡大、分割案構想を表明し、2011年12月22日、アイラカルデラを加えた霧島近郊案国立公園と、薬島国立公園に分割する計画が決定し、 2011年12月22日はに、霧島薬国立公園の区域にアイラカルデラを含め、霧島近郊湾国立公園に改称し、薬島地域が独立する形で、薬島国立公園を設置する計画が決定した。2012年3月16日には官報に、告示され同日付で薬島部分が、薬島国立公園として分割され、 残部にアイラカルデラを加えた区域が霧島近郊湾国立公園に改称した。ありがとうございます。